そのなんていうか下品なんですけどね、うんまる子の話なんですよ。さっきさ我慢できなくてうんまる子死に行ったんですよ。俺の部屋2階、便所は1階、真っ暗な階段を降りて真っ暗な渡り廊下を歩いて真っ暗な便所に到着。我が家の排泄機構は未だにボットン、それじゃダサいから上に洋式便座のフェイクを乗っけて形だけヨーロピアンにしてある。個室の中は豆電球、一日中灯ってる豆電球、でも今日に限ってついてない。ここでつけたら負けかなと思った。だから真っ暗闇の中うんまる子した。すっかりすっきりしてトイレットペーパーに手を出したらなんかぬるっとした、感触的にぬるっとした。うわカエルか、いや違う、便座紙が湿ってる。マジかよ、もう梅雨明けたぞ。仕方ないから予備の真新しい便所紙を出してそれで尻を拭いて退室、そそくさと2階へ。ろうそくの明かりの中タバコをつけようとして手元に目がいってそいで気づいた。俺の手なんで髪の毛絡まってんの。